新聞カップの今日初日、最終レースまでどうぞごゆっくりとお楽しみいただきたいと思います。そしてオープニング開幕のカード、ガールズ競輪予選の1からスタートします。バンク5周回で距離は 1700m ちょうど。それでは出走する7選手、改めて1番から順にご紹介します。まず1番が福岡の小林優香、2番が福島の明珍優子、3番が東京飯田芳乃、4番岡山の三宅愛理、5番が埼玉の細田真奈美、6番は地元群馬野口由美香、そして7番は愛媛の日野勇気。以上7名によって行われます。本年度の第1回前橋市営第1節、1日目の1レース1番車、まさに1位尽くしの小林優香、この競争の1番人気に押されています。ここのメンバーで得点、2番手3番手の三宅と細田となります。この2人が小林の牙城を崩せるかどうか。そして6番車は野口由美香、地元前橋、再開初戦はこの地元勢に勢いをつけてもらいたいところです。人気の状況は1番の小林、やはり一本かぶりという状態です。2車単1番人気は1番5番、3連単1番人気は1番5番4番です。小林に対しての上位人気どころ、細田、三宅、地元野口あたりが票を集めています。先頭誘導員4コーナーを曲がってきました。暴風一発、第1レーススタートします。ガールズ競輪予選の1組目、まず外目から勢いつけて S を取るのは地元6番野口。地元野口がまずは前取りの形になってきました。少し開いて追っては2番の明珍、さらには5番の細田、4番の三宅です。三宅が自らの横断幕の目を過ぎていきました。後ろ5番手が1番の小林となります。さらには3番の飯田、現在小林追走の形で飯田が6番手です。最高峰は外枠発走だった7番日野、並びがほぼ決まった感じで第4コーナーを曲がってきます。人気集中1番の小林、最初の展開は後方5番手というポジショニングです。今ホーム戦を過ぎて2周目に入ってきています。並びを前から見ていきますと、地元6番車野口由美香が先頭から行っています。地元バンクでの勝ち星狙う6番野口、そして内枠生かしたい2番車の明珍が現在2番手から構えています。あとは上位人気の1人は5番の細田、108回生の在校成績はナンバー3です。その細田、このバンクにおいては6戦3勝の戦歴。後ろが4番の三宅、真ん中4番手、5月6月とナイターがミッドナイトの競争を走っています4番の三宅です。1番小林は現在後方5番手、今年の戦歴は23戦21勝、白星街道爆心中1番小林、小林マークが3番の飯田芳乃、もう一押しあればという戦歴の飯田が小林マークを取っています。そして今節は追加参戦7番の日野、最後方に控える形を続けています。今残り2周半は切りました。残り1周半のところで先頭誘導員退位することになりますが、まだまだここは一列棒状が続いています。6番野口が先頭です。野口は地元戦先頭1、そして2番明珍が2番手で残り2周です。3番手の5番の細田、車間を切り気味、自力攻撃を考えている感じの5番の細田、追走三宅は真ん中4番手、そして7番日野が最後方からまず1人上がってきます。小林今6番手前後、3番飯田は最後方のところです。久しぶりにドーム内に鐘の音が響きます。6番の野口が先頭キープ、2番明珍、7番の日野、日野は現在3番目にはまっています。細田が4番手、小林は6番手ですが、細田が発進狙う感じでホーム4番手から攻めていきます。あとは6番手の1番小林、1コーナー発進か、前は6番野口、地元戦風を切って先行の形です。仕掛けた5番の細田、2番手は2番の明珍が内目になっています。あとは4番の三宅、中段外、1番小林がバックで発進です。後方からまくりに行った1番の小林、ねじ伏せる形を取りました。3、4コーナー逃げる6番の野口、一気にいった1番の小林、まくりで捕まえました。2番手混戦、第4コーナーから直線コース、小林順当勝ちでゴールイン。2着は4番の三宅愛理、あとの3着争いは5番の細田か3番の飯田か。捕まえました、1番車の小林。今各走路審判員異常なしの白旗です。最初は5番手に構えて、日野の上昇で6番手になった1番の小林、1、2コーナーで加速つけてのまくり上げでした。6番野口も地元戦気合十分の先行でした。細田は野口に合わされそうな形で、野口はそこまで内容光っていましたが、後方だった1番小林、なぎ倒す形の痛烈まくり、2写真ほど突き放しての順当勝ちになります。
2着は4番の三宅好立ち回りで、あとは5番の細田がまくり上げながら踏ん張っての3着通過となっています。ゴール体制は1番4番5番の通過となっています。第1レース審判からの正式な決定放送まで今しばらくお待ちください。